イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回も直撃の相馬より極星寮にいるツッコミと解説キャラ2人のカレーを再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それでは黒髪ロングの口実会の解説キャラ榊さんの納豆カレーを作っていきましょう。今回は地元君津市の名産小糸在来の納豆を使っていきます。君津市といえばこの動画編集中にでかい地震がありましたが我が家は無事でした。ご心配してくれた方ありがとうございました。耐熱の容器に納豆を入れて発泡スチロールの箱の中に入れていきます。同じようにこれまた耐熱性の容器に入れたスビンチョウタンを燃やして一緒に入れます。そういえば大事な醤油麹を入れるのを忘れました。そういうわけで醤油麹を入れて再び蓋をします。密封してたら炭が消えてしまったのでまた火をつけてコースケ式の扇風機作戦に出てみます。このまま6時間ほど発酵させました。発泡スチロールが熱で溶けるってこと完全に忘れてましたね。下に耐熱性のシートを引いておいてよかったです。危うく火事になるとこでした。では材料の野菜をカットしていきます。榊さんのカレー炭火熟成納豆と醤油麹の工夫しか描かれてないのでここからは想像ですね。チャナマサラと言われる豆のカレーがベースになっているようなのでその材料で作っていきます。あとは上に乗ってるのは九条ネギだと予想して切っておきましょう。フライパンにギーを溶かして具材を炒めます。今回使った具材はミニトマト、玉ねぎ、九条ネギです。これをいい感じに炒めていきます。炒まってきたら極星寮の宴会で振る舞われるみんながハイになってしまう榊さんが作る謎のお米の発酵ジュースを入れここに炭火熟成納豆を加えていきます。さらにみりんも加え一味唐辛子を加えます。さらにカレー系のスパイスを入れます。ガラムマサラ、カルダモン、クミン、ターメリックを入れます。チキンブイヨンを加えて SB のカレー粉と CA のカレー粉を加えてキムチ用唐辛子を足して塩コショウをします。まあ2種類のカレー粉を足すことでいろんな味の深みを出していこうという作戦です。そして仕上げに醤油麹を少し入れ軽く煮込めば榊涼子の炭火熟成納豆カレー完成です。それでは食べていきます。いただきます。すごい。これは本当に炭火で熟成させたことで納豆特有のアンモニア臭がなくなってますね。これはびっくりです。そして榊さんのイメージで和の発酵食品中心の味付けで豆のカレー和風チャナマサラを作りましたがまあこれは本当に美味しいですね。醤油麹の旨味とか正直あんまりよく分かんなかったけどあっという間に完食ですね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。炭火熟成納豆は特有のアンモニア臭が本当に消えます。炭火を起こすときは扇風機作戦が有効です。発泡スチロールは熱で溶けます。解説キャラは上位互換に場所を取られてしまうので注意が必要です。後半アリスちゃんに場所を取られますからね。元気なツッコミ役 GBA のスペシャリスト吉野さんのカマサスカレーも作っていきます。高級なシャランガモを通販で取り寄せしてさばいていきます。本来鴨肉のコンフィなどを使う部位ですが今回はカレーなので皮と筋、骨は全部外してしまいます。そして掃除し終わったら筋切りをして肉みちゃんの時も使ったお肉を柔らかくするオイルに漬け込みスパイスをまぶしていきます。塩コショウ、カレー粉、ガランマサラをまぶしオイルごとジップロックに入れて炊飯器に入れます。これで低温調理ですね。今度は保温で70度にキープしたお湯に入れて3時間ほど置いて低温調理で加熱していきます。それでは次は鴨のブイヨンを作っていきます。ミルパオと言われる香味野菜たちを切っていきます。今回は鴨といえばネギってことで西洋ネギポアローを用意しました。人参、トマト、マッシュルーム、セロリ、玉ねぎ、オレンジをカットしていきます。フライパンにギーを入れて鴨の油と筋と骨を焼いていきます。原作では鴨を丸ごと使ってるっぽいのでこれだけでは鴨の味が出るか不安なのでスーパーで売ってたお鍋用の合鴨を加えてみました。
ちなみにアイガモはアヒルとカモの掛け合わせですが、別に食べるために品種改良されたものじゃないです。農業の雑草クールに使われて、まあ自然に話せないから食用に使ってるって感じですね。それでもアイガモの方が美味しそうな響きに聞こえてしまうのはなぜでしょうね。カモ肉に色がついてきたら、香味野菜とオレンジの皮を入れて炒めていきます。野菜の青臭さがなくなるまでしっかりと炒めます。野菜が炒まってきたら、ローリエ、カレーリーフ、ガランマサラ、カルダモン、クミンを加えて炒めます。ここにお水とオレンジを加え、鍋に移して5時間ほど煮込んでいきます。煮込んだ後、冷蔵庫で1日置きました。上に固まった鴨の脂を取っていきます。この油でカレールーを作っていきます。フライパンにクミン、チリパウダー、ターメリック、カルダモン、フェネルグリック、ロングペッパー、シナモンを入れて炒めます。ここに小麦粉を入れて、香ばしい香りがしてきたら、ここに鴨の油を入れて練っていきましょう。さらにここに鴨のブイヨンを加え、ダマにならないように伸ばしていきます。これをブイヨンに戻し、鴨のブイヨンをこしていきます。貧乏症なので、鴨のお肉は取ってカレーの方に戻していきます。少し味が尖った感じなので、バナナと牛乳、蜂蜜を足しました。このバナナとかが溶けるまでまたしっかりと煮込んでいきます。それでは鴨カツの方を作っていきましょう。低温調理しておいた鴨をカツにしていきます。まあ味はもうついているので、小麦粉をまぶして卵をくぐらせ、パン粉をつけるって感じですね。まあ普通の鴨を作る工程と変わんないです。まあ具材がコンフィになってるだけですね。では鴨カツをこんがりと揚げていきます。中身はもう火が入っているので、表面がいい色になったら油から揚げて、キッチンペーパーなどで油を切っておきましょう。まな板でカツをカットし、ご飯とカレールーと一緒に注げば、吉野勇気の鴨カツカレー完成です。それでは食べていきましょう。いただきます。鴨カツめちゃくちゃ柔らかいですね。普通鴨肉は火を入れると硬くなっちゃうんですが、まあお肉を柔らかくするオイルでコンフィにしたことで、めちゃくちゃ柔らかいカツに仕上がっています。すべてを鴨の出汁で作ったカレールーも美味しいですね。スパイスとオレンジの酸味と苦味の尖った感じになってしまってたんですが、バナナを足したことが正解でしたね。うまくまとまってくれました。これもまためちゃくちゃ美味しいカレーです。ご飯もジャスミンライスとかにしたり、中にフォアグラもカツに入れてるとか、もう一工夫してたら、まあ予選突破できたかもしれないですよね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。シャランガモはいいお値段がします。ドーフィーにしたカツは柔らかくて美味しいです。やっぱりカレーの隠し味にフルーツは重要です。グルメ漫画界においてはツッコミキャラは非常に重要なので、まあ最後まで生き残れる可能性が高いです。今回紹介した食劇の相馬、美味しそうなお料理と美少女、さらにイケメンがいっぱいの作品です。ここに出てくる料理はどれも美味しいので、全部再現したくなっちゃいますね。皆さんもぜひこの機会に読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。食劇の相馬の秋の選抜のカレーを全部再現するシリーズも、あと残り2品だけになりましたね。もうそれはもう作ってあるんで、あとは編集だけなんですが、最後は田所ちゃんと北条さんの対決再現になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。